どうもロトラックスです。いや今年も早いもんで2月になっちゃいましたけども、今日はですね、僕が1月に買って良かったものを紹介していこうと思います。1月ってね、なんか毎年結構買うんですよ、物を。なんでなのかな、1月に欲しいものが出るのか、1月に物欲が高まるのか分からへんねんけども、1月って結構僕物を買うんですよね。なので今日は1月に買ったものを厳選して6つ紹介していこうと思いますので、全部ね概要欄の方に商品のリンク貼っておきますので、そちらのリンクから詳しくチェックしてもらえたら嬉しいなと思います。それでは今日も最後まで動画見ていってください。よろしくお願いします。レッツゴー。はい、それでは改めまして、今日は2024年1月に買ってよかったものを6個紹介していこうと思います。このシリーズちょっと久しぶりですよね。去年は買ってよかったシリーズちょっとくじけてもうてやってなかったんですけども、ちょっと今年はやっていこうと思いますので、最後までお付き合いいただけたら嬉しいです。ということでですね、少しだけ僕の自己紹介させてください。はじめましての方はぜひ覚えていってください。リョートラックスと申します。普段はヒューマンビートボックスっていうこういう口を使ったパフォーマンスをやりながらですね、フォトグラファーとかビデオグラファーとかやっておりますので、そういう経験を踏まえて YouTube で発信しております。普段買ってよかったものとか、写真のこと、映像のこととか、まああとは Vlog とかそういうことを上げてますので、ぜひ少しでも興味持ってもらいましたら、チャンネル登録のボタンをポチッとよろしくお願いします。というわけで本題いってみましょう。買ってよかったものを一つ目紹介します。一つ目はですね、まずもうこの画面にも出ています、こちらノーチェのダイニングテーブルを今回購入しました。幅が160、奥行き88、高さ76センチということで、前まで使ってたダイニングテーブルよりも結構大きめのものを今回購入しました。ダイニングテーブルってそんなパンパンね買うもんじゃないんですけども、今回買った理由っていうのがちゃんとありまして、まあまず1個はですね、今年ちょっと引っ越しを考えています。なので引っ越しした時に本当は買おうと思ってたんですけども、ちょっと安かったんですよ、このダイニングテーブル。ありえへんぐらいに。ダイニングテーブル、まあ、探してたんですけども、結構ねいいなと思うやつは高いんですよ。もう20万30万するやつもあるし、その中でですね、こちらのノーチェのダイニングテーブルはなんと98,000円。いやーそれでもね高いですよね。なんですけども、ノーチェっていうこのブランドはですね、店舗に行っていろんな家具が置いてるんですけども、大型の家具、いわゆるこういうダイニングテーブルとかソファーとか、そういう大型の家具っていうのは、そのものを見てもそれを持って帰ることができなくって、倉庫があるんですけども、倉庫からランダムで送られてくるんですよね。なのでまあソファーとかだったらいいんやけども、こういうダイニングテーブル、木のテーブルとかって、こういう木目調の雰囲気とか、このちょっとした傷の跡とか、そういういわゆる味の部分っていうのが、ノーチェの店頭で見たやつを選ぶことができないんですよ。店頭で見たやつがどんだけ、あ、ここのなんかくぼみがいいなとか思っても、実際に自分の家にやってくるのはそのものじゃなくって、倉庫からランダムで送られてくるやつなんですね。そういうノーチェの特徴がありつつ、このダイニングテーブルはですね、展示品の入れ替えのため2万円安くなりますよということで、7万8000円で売っておりました。しかも展示品のみ販売ということで、特例でこの現品が持って帰れるんですよ。その店舗で見た現品を、これを持って帰れるっていう、ノーチェでは結構珍しいパターンの販売方法をとってたんですね。しかも自分で持って帰った場合、郵送するとかじゃなくて自分で持って帰りますよっていう場合は、さらに1万円オフということで、こちら6万8000円で購入しました。ね、安くないですか。6万8000円って高いけども、僕からしたらこれは買っちゃうしかないなと。引っ越しするって言っても多分今年のね、まあ後半かなとか思ってるので、まだねちょっと先の話なので、ウッドショックのせいでね、木の値段もすげえ上がってきてるっていうのもあったので、もうこれは可愛い、もう見た、じゃあもうこれは買っちゃおうということで買っちゃいました。めっちゃ可愛くないですか。どうですか。もともとこれね、もっとグレーがかってる製品だったんですけども、これが展示が長かったせいでちょっとグレーの色がね、日焼けとかでちょっと薄くなってるんですけども、それがまた可愛くてですね、あとこのねアイアンの足がめっちゃかっこいいのよ。めっちゃ重いんやけどね。あとこのなんていうの、このテーブルの縁の
並々感というかね、まっすぐなってませんよっていうこの感じとかね、めちゃ可愛くて今回購入しました。もちろんですね、ご飯食べる時にも使うんですけども、僕の場合だったら物撮りする時ですね、例えばいつもね YouTube で物を紹介する時とか、ここに白い画用紙とかピンクの画用紙、黄色い画用紙とか、そういういろんな画用紙とか引いてですね、それを俯瞰から撮影してたんですけども、今回のこのダイニングテーブルに変えてから、別に何もね画用紙引かんでも全然これでやってもおしゃれやなと思ったので、今後はちょっとこのダイニングテーブルのこの木の感じありつつで物撮りとかしていこうかなと思っております。なのでね、すごい今回これはマジで買ってよかったなと思っております。ということで、ノーチェのダイニングテーブルでした。はい、それではですね、2つ目行くんですけども、2つ目ちょっとね向こうの方に移動します。はい、それではですね、2つ目紹介していこうと思います。2つ目はですね、こちらコフォチェアプレミアムというワークチェアを購入しました。デスク作業にはやっぱり椅子が必要なというのはすごい痛感しましたね。まあ、前から思ってたんですよ、椅子は欲しいなと思ってて、前まではニトリで買った2万円弱ぐらいの椅子を使ってたんですけども、やっぱりね椅子はね投資した方がいいなと思いました。全然違うの、腰の痛みが。やっぱりもう腰痛みがすごくて、作業多いんでね、パソコン作業をすることがすごく多いので、腰とか首にね来るんですよ。でこれは危ないなっていうぐらいのピキピキ痛みがやっぱ来るんですよねそういうね痛みを改善するっていう意味でも椅子買った方がいいなと思ってて、まあ、今回このコフォチェアプレミアムね購入して今使ってるんですけども、全然違う。今度ね近々レビュー動画をねしっかり詳しく出そうと思ってるんですけども、この椅子はですねランバーサポートって言って、ここにね腰をサポートしてくれる、支えてくれるこのランバーサポートっていう機構があるんですね。これによって座った時にね腰をねこうグッと前に押してくれるような働きがあるんですよ。これのおかげでこうならずにちゃんとこうやってね姿勢よく保ってくれる、自分をキープしてくれることによって腰とか首とかの痛みっていうのも改善されるようになりました。リクライニングできるんよ、こうね、はい、こうやってね135度リクライニングができるんですけども、さらにこれねフットレストっていうのもついてるので、よいしょ、こうやってね見えるかな、こういうねフットレストっていうのがついてるので、これをグンと出すとですね、もうこれで足乗っけてこうやってもうマジでこれで、ね、寝れます、全然寝れますなんならちょっと心地いいぐらいですね。この椅子は本当に買ってよかったなと思ってますので、まあ、近々レビュー動画出すのでそっち見てほしいなと思っております。ということで買ってよかったもの2つ目はですねコフォチェアプレミアムでした。それでは続いて3つ目いきます。3つ目はですね、今見えてるんですけども、こちらです。スイッチボットのボットっていうものを購入しました。家の中にある物理ボタンを音声で操作できるようになるものっていうものですね。どういうことかって言いますと、アレクサ電気つけて、わかりました。今照明されてるからあんま分からへんかな。いわゆるこういう音声操作、家電を音声で操作するっていうのもねだんだん今は増えてきて結構主流な感じになってきてると思うんですけども、家の中にもともとあるポチって押すような物理ボタンっていうのを音声操作できるように、ポチって押し込むボタンの横にこのボットを貼り付けることで、こいつがですね音声操作によってウィーンってするので、このウィーンの操作で物理ボタンをポチって押すっていうものですね。本当はねもう家中音声操作できるようにしたいんですけども、とりあえず試しにね1個買ってみました。で僕は一番使いたかったのはこの寝室、まあここ寝室なんですけども、寝室で使いたかったので寝室の照明をアレクサによって音声操作できるようにしました。まあもちろん寝る時にね電気消してもらうっていうのもすごいいいんですよ。ベッド入ってから電気消してって言ったら消してくれるからそれもいいんですけども、一番やっぱりねいいなと思ったのはこの寝室ってね、僕の家の構造的にね玄関からはこの寝室の照明を消すことができないんですよね。なので行く前に、あ寝室の電気つけっぱなしだったって時に、アレクサ電気消してって言ったら電気を消してくれるっていう風に、家を出る時の照明の切り忘れっていうのも簡単に対応できるようになりました。スマート家事の幅をすごい広げてくれる可能性だと思うんですよね。例
例えば照明以外でも家の家電のスイッチとか加湿器のスイッチとかねとかにこう置いとけば加湿器を自動でやってくれるとかもできるし、あとはお風呂のお湯を入れるボタンとか、まあ追い炊きのボタンとかそういうところも設置しちゃうと、自分の声で追い炊きしてって言ったら追い炊きしてくれるし、お湯を張ってって言ったら張ってくれるしっていうことでですね、こういうもうスマート家事っていうのを僕は今年はゴン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 やっていこうと思ってるので、ゴン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 って何や、どん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 やっていこうと思ってるので、こういうのもね今年はいっぱい取り入れていこうかなと思っております。ということで買ってよかったもの3つ目はスイッチボットのボットでした。はい、それでは4つ目いこうと思います。4つ目はですねこちらです。はい、パール金属の圧力鍋を購入しました。こちら 2.5 リットルというサイズのものを今回買いました。実は僕この圧力鍋昔から同じものをね使ってまして、それがどうかして、重たい、はい、こちらの同じパール金属の圧力鍋 5.5 リットルっていうものを使ってました。でこれはねもう大は小を兼ねるなということで、まあ大きい方がええかと思って買ったんですけども、大は小を兼ねるんですけど、もう小には小の大にはないちっちゃいっていう魅力があるんですよ。いちいち出すのめんどくさいぐらい大きくて重いんですよね。ちょっと料理したりとかちょっとだけ仕込みたいとかそういう時にいちいちこれを使ってやるっていうのもまあまあ億劫なので、そういうこともあって今回このちっちゃいやつ買ったんですけども、やっぱりね使いやすいです、サイズはちっちゃい方が。僕の使い道としては豆が多いんですよね。僕の家ねありえへんぐらい豆の数が多いんですよ。ね、ね、ひよこ豆もそうだし、レンズ豆、ムング豆、チャナ、トゥール、ウラドみたいな感じでね、もうなんかね分からへんと思うけど、もう豆がめっちゃ多いんですよ。インド料理が好きなのでインド料理で結構豆使うんですけども、乾燥した豆をね茹でる時に圧力鍋使うんですけども、いちいちこのね大きいやつ使ってんのもまあまあね億劫やったんで、なので今回こちらを購入しました。ね、これねコスパがいいんですよね。っていうか大きいやつでも小さいやつでもあんまり値段変わらへんのよ。数百円しか変わらへん。だったら大きい方がいいかなと思って買ったんやけども、 2.5 リットルとかね 5.5 リットルとか、あとは他のやつだったら 3.5 とかやったけど 4.5 とかあるんですけども、そういうのは全部ね5000円ちょいで買えるのであんまりこの差がないんですよね。そういうのもあって大きいのを買っちゃったんですけども、結果的にちっこい方もあったらいいなと思ってこちら購入しました。本当に使い方シンプルで、蒸気口があるんですけども蒸気口を出す口と低圧の1ってやつと高圧の2ってやつがあります。基本的には僕は高圧の2を使うんですけども、まあ煮崩れしやすい野菜とかを使うときは1の方がいいかなと思うし、マジでそんだけ。他に何も機能はないんですけども、まあ圧力鍋ってねそういうもんでも十分やと思うので、コスパよく圧力鍋が欲しい方はぜひこちらチェックしてみてください。はい、それでは5つ目いきます。5つ目はですね、よいしょ、はい、こちらです。サンディスクの SSD ですね。エクストリームポータブル SSD 2TB を購入しました。これね、もう僕何回も何回も紹介してるんで、新しく買ったっていうだけなんだけど、ね、わかります?色可愛くないですか?僕が前から使ってるこの色ですね。この、なんていうのかな、ネイビーとオレンジの色。これがいわゆるサンディスクの SSD のカラー。一般的に有名なザ定番カラーなんですけども、この定番カラーに加えて去年ね新しく色の展開をね2色追加されてたんですね。それがこのモントレーってやつですね。モントレーってやつとスカイブルーっていうのがあって、モントレーは去年買ったんやけども、今回このスカイブルーってやつを新しく購入しました。パソコンのデータ整理に使う外付け SSD ってやつなんですけども、要するにパソコンのねデータがパンパンになっちゃうので、こういうところに違うところに格納しておく、データをいっぱいここに詰め込んでおくよっていうものなんですけども、HDD ハードデスクと近いんですけども、ハードデスクよりも軽くてデータの転送もすごい早いっていうものなんですけども、やっぱその代わりに高いっていうね、ハードデスクの方が重くてちょっと大きいけども安いものが多いんですよ。僕は結構持ち運んで使ったりすることが多いので、こういうね SSD の方がいいんですけども、こういうね SSD とかそういうメディア系ってマジ買っても全然テンション上がれへんのよね。だってね必要やから買うだけやから別に好きで買ってるわけじゃないし、ただこのサンディスクの SSD がこの色展開追加してくれたことで僕はちょっとねこのウキウキ感が出たんですよね。可愛くないですかこれ、スカイブルーとモントレーね。僕はデータの容量結構多く扱うので、まあこれ 2TB ね、全部 2TB で合計 6TB あんねんけども、この 2TB2TB2TB ってやつを色分けすることで管理がしやすくなったかなとはすごく思ってるので、買ってよかったなと思っておりますね。可愛いね。
はい、ということでサンデスクの SSD チェックしてみてください。はい、ということでラスト6つ目いきます。6つ目はですね、こちらです。もう今つけてるんですけども、このホーリーランドのラーク M2 っていうワイヤレスマイク購入してよかったなと思っております。前にも動画出してるので、詳しくはもうこっち見てください。ということで動画載っけておきます。簡単に説明するとですね、ボタンサイズこんなにちっちゃいサイズやけども音質はいいよっていうワイヤレスマイクですね。ワイヤレスマイクって結構ごついものが多かったんですよね。なので服とかにつけたら結構こう服が垂れ下がってきてよれちゃうっていう欠点があって、僕はあんまり好きじゃなかったんですけども、このサイズやったらばもうすごい軽いしちっちゃいし、これ裏からねマグネットでつけてるんやけども、こういう風に取り回しがしやすいっていうのがあって、今回のこのラーク M2 がねめちゃくちゃお気に入りで使っております。しかも音めっちゃいいんですよ。どうでしょうか、音。今ずっとこれで撮ってるんやけども、僕はこれで撮った音声にコンプレッサーをかけて EQ で少し帯域いじってるんですけども、すごい聞きやすくないですか。僕はこの音好きだなと思って、今後も使っていこうと思ってます。今まで使ってきたワイヤレスマイクでね、ダントツ一番これがね僕はいいなと、音もいいなと思ったし使いやすさもいいなと思ったので、今ワイヤレスマイクどれがいいですかって言うならこれね勧めます。しかもこういうケースに入ってるんやけども、ちゃんとね2個入ってるので、これもう一人につけてもらったらこの別々で音声が取れるので、編集の時にね自分の方は声がちっちゃかったら自分の方だけ少し上げようとか向こうの方だけ下げようとか、そういうのできるので、しかもこれケースごと充電できるんですよ、タイプ C で。そういう細かいところやけども使いやすい点が多いので、今僕が一押しのワイヤレスマイクぜひチェックしてみてください。はい、ということでですね、パパッと紹介しましたけども、僕が1月に買って良かったものを6つ紹介させていただきました。さっきも言いましたけども、今日紹介したものは全部下にリンク貼っておきますので、概要欄からチェックしてみてください。こちらアフィリエイトリンクとなってますので、こちらのリンクから購入してもらったら僕の方にも少しだけ還元があるというシステムを使ってますので、ぜひ僕のことを少しでも応援していただいている方はですね、そっちのリンクから飛んでもらえたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ということで今日の動画はこんな感じで終わりにしようと思います。面白かったなと思ってもらいましたら、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。あと SNS 頑張っておりますので、Instagram、Twitter、TikTok、ノートありますんでInstagram、Twitter、TikTok、ノートですねありますので、ぜひそっちもチェックしてもらえたら嬉しいなと思っております。よろしくお願いします。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。